はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今日はね、ハイボールということで、トリスハイボールをね、これ飲んだことなかったんだよな。サントリーのトリスハイボール。アルコール度数7%。レモン新石州使用。果汁0.1%。原材料名がウイスキーとレモンスピリッツとレモンと糖類と香料と酸味料と炭酸ガスとなってます。ちょっとね、これ最近このね、ハイボール系統をいろいろ買ったんで、またね、飲んでいきたいと思いますけどね。前かな？絶対そもそもトリスっていう時点で、まず、サントリーのトリスって俺、飲んだことあるけど、うまくないんだよな、あんまりな。個人的にブラックニッカの方がまだ、クリアの方がまだいい。だよね。ちょっとそれが。まあ、そもそもハイボールっていうのは自分で作った方がはるかに美味しいという、俺の中の持論がありますから。ねえ。じゃあ、なぜ買ったんだ？いう話ですけど。乾杯。ああ。あ、でも結構レモンっぽいな。ハイボールっていうか、レモン。え、これハイボールか。ほとんどチューハイレベルのレモンチューハイみたいになってる。なんだこれ。え、これウイスキーの味しねえんだけど。しないな。なんか甘い、なんか、焼酎のハイボールドライに似てる。案外美味しい。焼酎ハイボールのドライの甘さに似てる、なんか。てか、ウイスキーの味が全くしない。トリス。まあ、あれ、焼酎みたいなもんだからな。麦焼酎みたいなもんだからな、トリスはな。はっきり言ってな。薄すぎて。うわぁ。で、それよかレモンの香りが結構するんだよ、これ。果汁0.1%なんだけど、案外レモンの味がするなぁ。トリスハイボール。いや、でも、これ一応ハイボールなんだけど、全然ハイボールっていうかウイスキーの味しないんだけど、これはあかんなぁ。これはちょっと、あかんと。まあ、トリスウイスキーは昔飲んだことあるけど、いらんな。ちょっといらないね、ちょっと。この薄さが、すごい。薄い。サイトに行ったところ、この変なおっさん？変なおっさんがアンクルトリス。らしい。アンクルトリスっていう名前らしい。昭和の時代から愛され続けています。若い頃からお酒といえばウイスキー、とりあえずハイボール。小心者だが時々思い切ったこともする。座右の銘、普通。昭和33年生まれ。美味しいハイボールを作るのが好き。美味しいハイボールを飲むのはもっと好き。だそうです。なんなんだ、これ。
これちょっとあれだな。か、あの、氷入れるべきだったな。ちょっとな。お店で、サントリートリスハイボール。お店で飲んだハイボールのうまさを、ご自宅でもお気軽に。トリスならではのすっきり飲みやすいハイボールにレモン風味を加えた爽快な味わいです。トリスハイボールのすっきり爽快な味わいがよりストレートに伝わるよう、弾ける炭酸とレモンの入ったハイボールのイラストを全面にデザインしました。またバーテンダーに扮したアンクルトリスを配し、カジュアルでありながらもウイスキーのハイボールとしての世界観を表現しました。いや、微妙だぞ、これ。いや、でもね、ハイボールじゃないくて、焼酎みたいな感じで、チューハイのなんかドライみたいな、に結構似てる。焼酎ハイボールドライになぜか似てる。味が。結構似てるね。というか、焼酎ハイボールのレモンに似てるか。ドライというか結構レモンの香りがするんで、どちらかといえばレモンに似てるな。うん。結構ね、果汁が 0.1% にも関わらず結構レモンの味がするわ。うん。このトリスエクストラね。これね。これ飲んだことあるけど、まあな。あんまりよろしくない。うまくはないだろう。うまくはないだろう。絶対革命の方100倍うまいよ、多分。そういえばね、以前コメントじゃなくて、まあ、コメントを見たんで、いただいたんですけど、ハイボールのね、ハイボールの、俺が好きなハイボール、ベスト3をね、動画で上げてくれって言われたんだけどね。正直なところね、1位と2位は決まってるんだけど、3位がどうしても決まらないんだよね。それでちょっと上げるのが、ちょっとどうしようかなって、なっちゃってるんですよね。って感じですよね。正直、3位何にすっかなって。微妙すぎんだよな。ぶっちゃけハイボールって割と何でも合うんだよね。どんなウイスキーでも案外美味しく飲めたりするんで。ストレートで3位だったら簡単に決まるんだけど。難しいんだよね。しかも結構ハイボールって案外結構味が似たり寄ったりになるんで難しいんだよね。ハイボールかーって結構味が似たり寄ったりなんですよ、本当に。ジャパニーズならジャパニーズの味、スコッチならスコッチの味、カナディアンならカナディアンの味、アメリカンならアメリカンの味。あと何があったっけ？アイリッシュならアイリッシュの味って、そういう風な感じではあるんだけど、やっぱストレートで飲んだよりもハイボールにしちゃうと結構、味がね、こう、似てくるんだよね。どっちもね。だからそれでね、3位決めるっていうのはなかなか難しい。
で、しかも、結局、ウイスキーだから高いやつはうまくて当然なので、俺個人的に決めようとしたのが、まあ、1000円ぐらいの、で買えるウイスキーで、3位を決めようと思ってるんですよ。だからそうなるとね、結構難しいんですよね。で、しかも、まあ、ちょっと1位のウイスキー切らしちゃってるしな。切らしちゃってますんで、難しいよな。1000円程度のウイスキーで、なおかつうまくて。当然2000円以上とか3000円以上とかになると、まあ俺もう大好きなウイスキーで、あのね、アイラーの伝説のボーモアちゃんがまあ 100% 1位だったもんですけど、それだと面白くない。やっぱ値段をやっぱ制限しとかないと、そこやっぱ面白くないんで、なかなか難しいですね。正直。だから、まあ、って感じなんですよね。難しい問題出されたな。注文されたな、本当に。難しいこと言われたよ、本当にもう。参ったぜ。もう1位と2位だけでいいかなって思うんだよね。1位と2位だけでね。多分1位と2位だけで多分、3位まで決めることないと思うんだよ。ほとんど同じだから味。3位以降は、ほとんど味同じっていうか、3位以降っていうかね、まあ、簡単にくくっちゃうと3位以降はもうほとんど味変わらんて。もう俺の舌がそんなにあれだからね。繊細じゃないから。でも1位と2位は明らかに美味しいっていうのはわかるんだよ。まあ、それはまあいいとしてと。今日の、ものをやっていきますが、21日、今日はちょっと寒かったな。今日はね、久々に寒かった。コクはまあない。コクなんてあったもんじゃない、これ。甘みが結構あるんだよな。中くらい。香りもまあ、そんなにないか。これはちょっとおすすめはせんけど、まあ。いや、でも、あくまでハイボールだからな。あくまでこれをハイボールだってことを考えると、やっぱり、どう考えてもハイボールではないんだよね。なんか、焼酎ってか、チューハイかなんかかなって。レモンチューハイかなって。ウイスキーの味が全くしないんだよね。1332です。ご視聴ありがとうございました。